ゲームアプリの配信だ。またつかこんな時に。ゲームですか？どうやら自動再生するタイプのようだ。え？招待状？これでプラチナジェルに入れるってことか？そうなるな。ゲームの内容もまたわけわかんなかったし。ばあちゃんがさらわれた時もその前にゲームが配信されてきたよな。そうなんですか？なあ、北地区にみんなで行くときチラッと話しただろう。はい、言ってましたね。あのゲームが配信されてきた後、ばあちゃんは本当に誘拐された。ってことは今回のも何かの予告って可能性があるんじゃねえか？可能性はゼロではないでしょう。でも怪しさは大爆発だと思います。まあそうだよな。今度はメールか。羽賀さんと合流する。行くぞ。はい。うわっ！うわっ！ようこそ日本最大級の娯楽施設プラチナジェイルへ。ここは選ばれた人しか入れない地上の楽園だよ。どうぞ心ゆくまで楽しんでいってね。地上の楽園？
明らかにうさんくさいし。ですね、怪しさ大爆発ですね。さて、君たちの行き先はどこになるのかな。ウキウキルーレットスタート。はーい、君たちの行き先はアクアフォレストだよ。こちらへどうぞ。ここはゆったりゆっくり水の流れのように爽やかで安らかな時間が流れてる場所だよ。そんな魅惑のエリアへ行ってらっしゃい。なんだかワクワクしますね。行ってきます。ドアの横にある認証モニターに入園チケットもしくは招待状をかざしてね。招待状ってこれか。プラチナ ID を認証しました。青葉様とお連れ様、ようこそプラチナジェイルへ。それでは入場手続きを開始いたします。お連れ様のゲスト ID を発行いたします。お連れ様のコイルをモニターにかざしてください。はーい。認証されましたのでゲスト ID を送信いたしました。すべての権限はプラチナ ID に帰属します。ゲスト ID 単体での使用は制限される場合がございますのでご注意ください。詳しくはインビテーションカードのサービスの項目をご覧ください。それでは楽しい時間を。すべてが水色ですね。素敵です。他にもエリアがあるのかな。ドアは5つありましたからね。あるんでしょうね。あれがオーバルタワー。マスター、まずはどうしましょうか。あ、そういや、さっき招待状に宿泊施設がどうとかってあったよな。このマークされてるとこがそうかな。ああ。じゃ、ひとまずそこに行ってみるか。はい。レン、ナビ頼む。了解。ここか。おお、